とにかくどん底の方、信じられないかもしれないですけれども、今がターニングポイントなんですよ。ぜひやっていただきたいこととして。あなたの世界のヴィーナス、しんいちでございます。このチャンネルは自分のことを大好きなんて大好きな彼やお金や世界から愛される方法をお伝えしているチャンネルとなっております。本日のテーマですね、こちら、どん底は人生を変える大チャンス。そんな時にですね、驚くほど自己肯定感を高める4ステップということで、今どん底の方、信じられないかもしれないですけれども、あなたはめちゃくちゃ大チャンス、今波が来てる。それだけはね、私は声を大にして伝えたい。どん底の経験ってできれば誰しもが味わいたいなんて思ってはいないんだけれども、とはいえね、なんか私って今足下についてない、上を見ても上も空いてないわと、360度塞がっちゃって自分の活路が乱すことができないと思われてる方、今日はですね、そんなあなたに私はお届けしたいです。私は、恋愛と婚活のスクールを運営して、今年2024年で9年目ということで、ありがたいことにずっと順調に繁栄させていただいていて、仕事のことを考えるとすごいワクワクするんですけども、それもこれも私はどん底がきっかけでした。どん底を経験していなかったら今の私は存在していないし、考えれないですね。そうそう、婚約破棄をきっかけに家なし、お金なし、仕事なし、彼氏なしっていう状態になったんだけれども、私はそこで自己肯定感っていうところだけはね、なぜ変わったんですよ。絶対に負けてられないと、大チャンスだと思って、もう暗闇の中からグイーってね、開けてきました。はい。でもそれに限らず振り返るといろいろあるね。例えばお金がなくて、会社員の時に昼ご飯がパン1個とかなんですよ。でパンも一袋にいっぱい入ってるパンとかをちょろっと食べるくらいとかで、それももう本当に私の中では惨めと思ってないんだけれども、さあこっから人生どうするかみたいな感じで、すごく自分自身の人生を考えるきっかけになりましたね。壁を越えると、また神様は前回越えた壁よりもっと大きな壁をよこしてくるんだよね。よこしてくるって言ったら尊敬の念がないぞと思うかもしれないんだけれども、でもその当時はそう思うけど、なんで私がこんな目に遭うのみたいな。どん底っていうのは、あなたの人生がここから花開く第2の人生、第3の人生、第4の人生、とにかく今がターニングポイントなんですよ。いいですか？今泣いてると思うんだけれども、本当にその状態あるよね。私もね、あった。家帰ったら電気がついてない電気ついてないってことは電気止められてるのよで、もう仕事で帰って電気がない、ガスがないって思いながら、もうルールの気持ちで、よし、じゃあ温泉行こうかみたいな感じでね、歩いてね、銭湯に行ったりとか、いろいろありましたでも本当ね、今自分が思っているその現実って、実は事実ではなくて、あなたがネガティブに捉えて、過去の延長線上から未来をネガティブに定義づけている可能性も大いにあるじゃないですか。今日はですね、皆さん、とにかくどん底の方、ここから絶対に這い上がることができるので、自分を諦めないで。で、私がもう本当にお伝えしたいこととして、嫌なことが立て続けに続いた時って、何かにすがりたくなって、例えば占いにお金を投じたりとか、スピリチュアル的な教祖様みたいな人っているじゃないですか。そこに依存しちゃったりとか、ネガティブな時って、私はスピリチュアルに依存しないことがとても大切だと思うんですよ。自分の今の現実っていうのはスピリチュアルが原因だと思っちゃったら、スピリチュアルに求めて、スピリチュアルに依存して、自分で考える力を放棄しちゃうわけなんだよね。私は自分で、どうしよう、困ったとかと思って調べて占いとかって行ったことないんですよ。こういう計画に関しては、例えば自分が絶好調の時とか、本当に信頼を受ける方から、母ちゃんこれ行った方がいいよとか、口コミでしか紹介しないからとか、第一人者って言われるような人にご縁があって、じゃあ見てもらおうみたいな感じなんですよ。だから悩みがあって、うーどうしようとかって時って、占いに行こうとも思ったことないんだけれども、でもそこで何百万って使われる方もいらっしゃるんですよね。皆さん、そこに行かずに、じゃあどうするかってことをお話をします。はい。どん底の時に
自己肯定感を高める4ステップっていうのを今からしていただきたいなと思っております。まず一つ目なんですが、今起きている全てのことを否定せず、ただただ受け止める。誰も責めない。例えば自分に対して、なんであんなことやったんだろう、私って生きてる意味あるのかな、未来なんて信じられないとか、過去を嘆いたり未来を不安視したり、自分に対してぐさ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 っていうようなことはせず、とにかく全てを受け入れるです。今私は受け入れますと宣言しましょう。受け入れると、ネガティブな気持ちになったりもすると思うんですよ。本当に腹が立つとか、本当に悲しいとか、本当に悔しいとかあると思うんだけれども、その全ての感情も否定しない、ジャッジしない、私は今そう感じているって受け止める。いい気分にならないといけないとか、そういうべき論っていうのは手放す。今あなたはどんな感情を思い描いてもいいから、とにかく今の自分を受容しましょう。はい、マジでこのクソ野郎と思ったら、それも受け止める。あ、私は今クソ野郎と思ってるとか、ブラックな感情を出していいんですよ。全てを受け入れることは、あなたがあなたのことを認めること、寄り添うことです。まずはそこからスタートで、ネガティブな時でも何にもしたくないっていう時ね、あると思うんだけれども、ここでぜひやっていただきたいこととして、一日パジャマで過ごすとか、部屋着で過ごすとか、できる限りそういうことはしない。例えばもう今日は本当に晴れてるんだけども、自分の心の状態は嵐だわと思っていたとしても、ちゃんと髪の毛をブラッシングするとか、気分が明るくなれるようにリップを塗るとか、お洋服だってちょっとテンション上がらないからお気に入りのお洋服、とにかくですね、そういう自分の心が上がる外見を作り上げること。女の子って本当に前髪一つ決まらなかったら、その日一日がさ、わーってなるじゃない。私、自己肯定感って女性ってすごい外見大切だと思うの。妊婦さんとかでも、例えば妊娠すると体型が変わってきて、その自分の体型に自分が応じていかなくて、自分が好きななくなるって方とかもね、結構聞いたりとかもして、それってやっぱ自分の外見が自分の理想じゃないくなっていくから、自己肯定感下がるってことじゃないですか。自己肯定感をだだ下がりになっていくのを止めたり、またね、もうぐーっと上げていくためにはおしゃれをする。いやいや、そんな無理って言った瞬間に無理になる。まずは着てみてください。お洋服のパワーすごい強い。実際例えば警察官とかでも、制服を着ることによって警察官としてのスイッチが入るとか、そういう外見が内面を作るってことは実際ね、たくさんデータとして上がっていて、かつ実証されているので、もうネガティブな自分と思っても、あなたは外見だけは頑張る。パックも今日やってね。涙が出るでしょ、拭くでしょ、摩擦しちゃうから、これは良くなりません。だから今日はパックです。いいですか、パックよ。ステップ1で、ありのままの私を受け入れて、ネガティブな感情、ブラックな感情もオールオッケーとして受け入れたら、次のステップ2がですね、あなたはあなたのことを見つめ直す。見つめ直すっていうのは、私って本当は何がしたいのかなとか、この出来事って何の意味があるのかなとか考えることは非常に大切な考え方なんですけれども、何の意味があるのかなって考えたら、おのずと結びつくものってポジティブなことだと思うんですよ。まず私たちって変わりたいと言いながら、変わりたくないっていう本能を持ってるんですよね。なので私たちの魂っていうのは、いろんなことを経験したい、成長したいと思ってこの地球に生まれてきてるわけなんだよね。だから今の環境から次のフェーズに行くために、居心地よかったら人って動かないじゃない。なので一回リセットをかけたり、強制終了させることによって、無理やりね、ハイヤーセルフがですね、次に行くぞと思って、神様からのプレゼントが今起きてるんですよね。ありがとうっていう感じは何があって、ありがとうって書くのね。だから本当に難しいことがあったら、今ってありがとうのチャンスなんだなって受け止めてみる。そしてこの出来事って自分にとってどういうプラスの意味があるんだろうって考えてみる。あなたは幸せになるために生まれてきた、それは間違いない事実です。ここで決して負けるようなね、器じゃないわけよ。できますよ。とにかくこのステップ2は、自分自身に対して何の意味があるのかな、何をしたいのかなって、ノートを開いて自分としっかりと内観をする。ノートタイムを取ったり、セルフトークをして、私ってこういうことしたかったんだよねとか、こういうふうに考えてたんだねって、とにかく自分のことを見つめ直す、本当の自分とつながる時間をたっぷりとってください。はい、続きましてステップ3、自分の未来を決断すること。
ことです。私はこうなります、私はこういう世界を感じたいです、あなたは今の現状からどういう世界に行きたいのかっていうことを決断します。まずね、このしっかりとこのステップ2の自分を見つめ直すっていうことをしていないと決断ってできません。で、決断って決めて立つだから、行きたい世界に行くために何かを捨てていく必要があったりします。それはね、人間関係かもしれないし、例えば人によっては見栄とかプライドかもしれないし、何かをするために今何かやってる時間を捨てるかもしれないし、いろいろねあるかなと思うんですけれども、とにかく未来私はそこに行くんだ、そしてこういう世界を見たいし、聞きたいし、味わたいし、その世界の主人公として輝いていたいんだ、笑っていたいんだって決断すること、そしてその世界にいる自分は今どんな感情を味わっているのかっていうことを今決めてください。はい、ずっと同じところにいて、家でね、夜夜の T シャツを着て真っ暗にしてフードかぶってずっとベッドの中にいても人生変わらないから、で、落ちるところまで落ちたら上がるしかないから、そういう時間必要って教えあるじゃない。で、私はそういうことなったことがないんですよ。だって時間の無駄なんだもん。落ちるところまで落ちたらあとは上がるだけって言うけど、でも落ちるところまで落ちる必要なくないと思う。そもそも崖っぷちなんだから、もう落ちるとこ落ちちゃってるんだから、それ以上落ちる必要ないのに、なんで私が落ちぶれないといけないのと思うわけだから、いつにしても早くあなたはおしゃれをして、涙拭いたらここが荒れたりさしちゃうじゃない、嫌じゃない、目が腫れたりとか。目が腫れたらどうなるか、ブサイクになるわけよ女は。そうすると鏡を見るとなんてブサイクなんだって自己肯定がさらに下がっちゃう。だからそういう時こそ自分をいたわる、パックとかエステに行ったりとか、しっかり自分を愛していきましょう。だから私は暗く沈んで落ち込んで出てこないっていう時間はいらないと思ってます。そういう教えが好きな方は採用したらいいんじゃないのかなと思います。はい、ではステップ4、いざ行動する決めた未来をあなたはいざ行動に移すです。この地球って行動の星って言われていて、行動することによって現実を動かしていくんですよね。願って行動せずに未来が勝手に動くっていうことってこの地球ではない。それは別の星での話だと思う。で、幸せになりたい、今の状態から一刻も早く抜け出したいって、じゃあ今の状態っていうのは停滞しているじゃないですか。停滞した状態を動かしていくためには、あなたが行動を起こさないことには今のこの停滞しているエネルギーも動かないの。じゃあ何が行動できるかなって、例えばやりたいことが見つかった、そしたらそのやりたいことをやってる人に話を聞きに行くとか、そういうことです。で、私自身の話なんですけど、私はまあレント効果タスクを運営しているんですけども、この仕事で起業しようと思った時って振り返ると12月に婚約をなしっていう状態にして、もうすぐ翌日とかから動いてたし、実際起業した時に、まあ、とある有名なね女性起業家さんのディナー会に参加したんですよ。私も今でも大好きで大尊敬している鈴木美穂さんなんですけれども、本当に素敵な女性ですよね。で、もうその当時からすごく輝かれていて、私はどの SNS か忘れちゃったんですけど、何かでディナー会をするっていうのを見て、もうすでに満席だったんだけどキャンセル待ちをしたんですよ。で、キャンセル待ちが繰り上がって参加できることになったんですよ。もうその時もすごいウキウキって感じで、で、私はそうやって行動したわけ。で、行動してそのディナー会に行ったら、なんと会社員が私くらいで、あと全員なんか企業さんみたいな状態だったんですよね。そこでやっぱすごくいろんな刺激を受けて、で、美穂さんから、まあ、ブログやった方がいいよってことをおっしゃっていただいて、で、その日のうちに、よし、やるぞと思って、まあ、決断して、行動を移したりとか。だから、今の私があるっていうのも、やっぱりその最初の一歩で、会いたかった人に会いに行くとか、話を聞きに行くとか、そういうことですよね。で、その当時大阪に住んでたんだけれども、気になってる方とか、話聞きたいなと思ってる方のセミナーとかがあったら、東京まで行ったりとか、そうやって、私自身も行動してきました。で、まあ、自分の中でね、レースができた状態で、コンサルとかつけずに、もうありがたいことに、起業2ヶ月目で400万、10ヶ月目で1000万超えて、みたいな。本当にもうずっと、ピューンってきた状態で、時私は、もし結婚してたら、いやー、考えられない。今の生活が最高に幸せやから。でも、間違いなく言えることは、あの時は私は辛かった。ってのも事実。はい。で、冒頭で、驚くほど自己肯定感を高めるステップ4って言ってたんだけど、最後5がありました。5はですね、
ひたすら波動を高めることをする。あなたの波動が高まるようなことを日々やってください。例えば、もしカラオケで歌を歌うのが好きだったら、カラオケに行くとか、ネットフリックスを見るのが好きだったら、全然ネットフリックス見ていいんですよ。未来って、今の時間の使い方が未来につながっていくじゃない？で、一列の中でさ、やることって優先順位があると思うんですよ。緊急なこととか、今日やるべきことをやっていると、あなたがワクワクするようなことは、ずっとできないんですよ。明日も明後日も。だから自分のことを大切にするってことは、やるべきことっていうところも今日やらなくても別にいいんですよ。あなたがそれを今日やらないといけないってべき論で決めてるだけであって、例えばそれを手放してもいいし、誰かにお願いしてもいいし、今幸せになることが幸せな未来を連れてくる要なんですよ。むしろ今幸せじゃないと未来やってこないから。はい、ということで、ひたすら波動を高めることをやってみましょう。私の場合は発信がすごい好きだったんですよ。 Facebook 発信するとか、ブログ書くとか、自分のことを表現することが大好きだったから、ブログ書き始めてから Facebook とかも1日に5投稿6投稿、もう分かんないぐらい、もう本当に発信して自分のことをもうどんどん出したわけよ。仕事中もう1時間に1回ぐらい Facebook 投稿するぐらいめっちゃやってたわけで、それが波動が高くなったの。だから私って自分が大好きなんです、もともと。だから私が好きなことって自己表現、私実はこう見てダンスとかそういうことも好きなんですよ。舞台に立って話すとかすごい好きなんですよ。だから SNS の中で自分を表現して、自分の考えを書いて、自分の自撮りをバンって出すことが私の中ではすごくエネルギーが上がることだったので、どんどんと自分の発信力もついていって、ビジネスにもつながって、売上にもつながって、本当に私自身が今も楽しくねさせていただいているのも波動を高めるっていうことをいつもやってるから。もちろんね、その波動を高めるって発信力以外にも引っ張るよ。で、私の YouTube チャンネル見てくださってる方って9割ぐらいが女性なんですよね。で、やっぱ女性って、まあ、自己肯定感を上げようと思ったら、もう絶対最低限は外見磨きってことで、例えばダイエットとか保湿とか髪の毛のツヤとかキラキラものをつけるとか、そういったことだけでもやってみて。はい、マジで今のどん底っていうのは人生を変える大チャンスです。神様ってね、乗り越えられない壁は与えてこない。必ずあなたは乗り越えることが絶対にできます。絶対できる。私はそう信じてるし、私にもできた、あなたにもできた、みんなにもできる。できると思えばできる、できないと思えばできない、この世のドシンプルな法則です。はい、ということでですね、普段ですね、恋愛と婚活のスクールを運営しております。今がどんなに崖っぷちでも、今が何歳であったとしても、夢を必ず叶えることができる、そんな世界をあなたにもぜひ実感していただきたいなと思っております。公式 LINE にご登録いただきますと、 LINE 特典動画やテキストにて学ぶことができますので、ぜひ私と公式 LINE ご登録になってください。各種セミナーイベント等をですね、ご案内もさせていただきいただいておりますので、とってもお得です。そしてこの動画が良かったなと思ってくださった方、高評価コメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録もよろしくね。それでは最後いきますよ。